皆さんこんにちは、あさひです。今日はですね、みんなの質問に答える質問コーナーの第3弾をやっていきたいと思います。前回はビールを飲みながらね、ちょっとほろ酔いで、質問に答えていったんですけれども、今回は普段からやっている毛穴ケア、それをねちょっとしていきながら質問に答えていきたいと思います。まあ、毛穴のケアはね、いろいろやってはいるんですけども、定期的にやっているのだと酵素洗顔とスクラブで、酵素洗顔は毎日やるっていうものでもないから、なんかこの角栓だったりとか、こう鏡を見てね、あ、毛穴がなんか気になってきたなーっていう時の夜と翌日の朝、こう続けて2回洗顔するっていうのを2、3週間に1回ぐらいのペースで今はやってますね。これは週に1回とか2週間に1回ぐらいのペースで、私は洗顔料に混ぜて、スクラブやしてます。そうすると優しい力でこの角栓とかをね、こうスルッとさせてくれるので、とっても好きですね。スクラブもソルトとかシュガースクラブとかいろいろあると思うんですけども、肌当たり優しいやつだとこんにゃくスクラブとかもね、すごくおすすめです。で、今日やっていくのが私のね、毛穴ケア、酵素洗顔、スクラブに新しく加わったケアでですね、バセリンパックっていうのがあるんですよ。知ってます？で、酵素洗顔とねスクラブでも小鼻周り本当に綺麗になったんですよ。なんですけど、やっぱりね、この頑固なこの黒いプツプツで、いろいろ調べていたら、このバセリン自体がイチゴ鼻をなくしてくれるっていうわけではなくって、バセリンがこの肌を柔らかくして、その後のクレンジングをするときに角栓が溶け出しやすくなるっていうね、仕組みらしいんだけれども、これをね今ね週に2回ぐらい結構高頻度でやっています。で、塗る前に重要なのが、しっかりとこの毛穴を開かせるっていうことなんだけど、ホットタオル、それで一回小鼻周りを少し毛穴をね開かせておりました。で、今化粧水とか何も塗ってない状態だから、ちょっとねここ以外のところが私は乾いてきてしまうので、まあ鼻以外のところになんか軽く化粧水を塗っておきます。そしたらこのね、ワセリン、ピュアスキンジェリーをですね、どのぐらいかな、いつもだいたいなんかこのぐらい、ちょっと多め、現状こんな感じ、半分塗っちゃったんだけど、ここら辺少しポツポツってあるの分かる？鼻先にも少しありますよね。で、こんな感じで塗れたら、まあ、このままでもいいんだけれども、このサランラップを少しだけ取って、今貼ったところの上に重ねて、こう変につかないように。で、ここまでできたら20分ぐらい、あとはね、こう好きなことをして、過ごしていきます。はい、ではやっとゆっくりできたので、質問にね答えていきたいと思います。朝日さんは朝型ですか、夜型ですか、生活リズムの整え方など工夫されていたら教えてほしいです。私もともと完全に夜型だったんですよね。当時は本当に周りが寝静まって、静かじゃないとこう撮影ができなかったり編集ができない気分だったんですけども、ここに引っ越してきてからはですね、寝室に遮光カーテンをつけないようにしていたんですよ。そうしたらね、勝手に朝目が覚めるようになってきて、今はねもう完全に朝型人間ですね。で、多分朝型になったおかげで、この自律神経のバランスが整ったからか、便秘で苦しむっていうこともなくなったし、今まであった体の不調とかもなくなったから、やっぱね、遮光カーテンつけないことが良かったのかなって自分的には思ってます。この人には負けたくないって人は自分の中でいますか？誰かみたいなものって他人でねは全然いないですね。それで言うと、こう今までこうだとか、こう決めつけていた自分の中の固定概念とか、こう柔軟になれないような考え方、そういったのにこう大人になればなるほどすごくこの縛られてるなっていう気がするんですよね。だからこそ、そういう過去の私の固定概念とか、そういったものには負けたくないなっていう、だから自分自身の元々あった考えには負けないで、もっと柔軟な人間になりたいなっていうのは思ってます。落ち込んだ時など自分を甘やかす最高のアイテムは何ですか？これは完全に睡眠です。朝日さんは悩みを友達に言うタイプですか、それとも自己完結型？
どうだろうな、悩みの度合いにもよりますけれども、質問の内容に合わせて質問する人は変えてる感じではあるかなっていうふうには思います。あとはもっとディープな悩み、こう自分の中の問題とかに関してはあんまり近しい人には逆に言わないですね。こう自分の中で、まあ、解決できないところまでこう行き着いた時には、私は今でもカウンセリングに通ってるんですけれども、定期的にそういうプロのカウンセラーの先生に、相談するっていうことを続けてますね。自分が将来やりたいことを見つけるには何をしたらいいですか？たまたまね、最近私脳科学者の茂木健一郎さんのなんかこうスピーチしている動画を見たんだけれども、前頭葉っていうところが人の個性とかっていうのをこう作る場所なんだけれども、この前頭葉っていうのが脳の中でも一番最後にこう完成する場所なんですって。だからその10代とかそんな若い時にはまだここが完成していない状態だから、個性に対して考えるような脳すらもまだない状態なんですって。なのにさ、私たちは高校の時とか進路を考えないといけないわけじゃないですか。そんなん無理なわけよ、もう脳みそできてないもん。今この YouTube っていうお仕事でね、動画を投稿したりでメイクをしたりとかなんかいろいろやってますけれども、こうフラフラといろいろ私仕事してきてるんですよ。でも気がついたら結構どれも今に生きてたりする。やっぱこうゆらゆらといろいろ経験しながらこうね、道をね見つけていくと思うので、まずはこう自分がこう楽しめたりとかワクワクしたりとか、ワクワクっていうのを大切にした方がいいっていうのは、その茂木さんも同じこと言ってましたね。自分のコンプレックスを好きになるためにすることは、私も本当にコンプレックスの塊すぎて、もう自分が嫌いで嫌いでどうしようもなかったんだけど、でも今分かっていることはですね、こうコンプレックスを好きになることはできないなんだけど、コンプレックスを持ってることもいいじゃん、それすらも好きっていう風に思えたっていう感じなんだよね。コンプレックスが全くないっていうことは、なんかこうそれ以上自分に対して努力をしなくなっちゃうのかなっていう風に、まあコンプレックスがなしで生きたことがないからわからないんだけれども、とにかく自分を好きになるために必死でいろいろこう頑張ってきたことが、それ自体がすごくこの自分自身の自信にこうつながるたのかなっていうふうに思って、コンプレックスを糧にしてこう努力することを諦めないっていうことかな。ダメと思いながらも人と勝手に比較してネガティブになってしまいます。改善方法はないですかね？わかるよ。そういう時にこう自分の中でこう思い浮かぶ言葉っていうのが、あ、点で見てる、点で見てるっていう、点で見ちゃダメだよっていうのを自分の中で心がけてます。こう誰かをねこう比較してしまう時って、もうその人のもう点でしか見てないわけですよね。そう、その人にはこうねこう歩んできた線があるわけなのに、もう一個のただの点でしか見てない。逆もしかりで、あなたが今その落ち込んでいるのもそのあなたの点の時だけな状態だから、もっと努力をしていたり、もっと頑張っているハッピーな時もあるでしょう。そう、そこもちゃんとあなたの線の中にある、存在しているものだから、もちろん誰かに対して嫉妬しちゃうっていうのはもう必ずしもこう人間で生まれたからには出てきちゃうこの気持ちなのよね。誰にでもあることだけど、あ、今私嫉妬してるっていう感じで、うん、それ自体をダメだダメだっていうんではなくって、あ、嫉妬しちゃってるなーみたいな、羨ましいと思っちゃってるなーっていうのをこうふわーっとこう自分の中で落とし込んでいって、あ、点で見ないようにしよう、この人にもちゃんと線があるんだな、自分にもちゃんと線があるっていうのをこう一呼吸置いてこう考えるっていうのが、深く沈むことなく浅いところでこうふって浮上できるような感じでいつもやってます。そんなこんなしていたらいい感じで20分ぐらい経ったかなと思うので、洗顔していきたいと思います。こういったね綿棒でね、ちょっとこの
自分が気になるなっていう小鼻のところ、こういうところをちょっとこうくる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 ってしていきながら、今塗ったねワセリンを軽く拭っていきます。あんまりねゴシゴシではなくて、本当に優しい力でただ拭うって感じですね。じゃあ一旦このぐらい取れたらですね、洗顔していきたいと思います。はい、クレンジングと洗顔やってきまして、ちょっとねまだ濡れている状態にしています。そしたら最後仕上げのねくるくる、同じように綿棒で小鼻のこう気になるところをね優しい力でくるくるくるっと、少しなんていうのかな、白っぽくなってるところもあったりっていう感じで、はい、仕上がり近くで見るとこんな感じです。どうかな、さっきと比べてなんかこう劇的にねこうすごく変わるっていう感じではないんですけれども、本当に徐々に薄くなっていってくれているような感じはします。で、特にここら辺とかこのブラックヘッドのところがちょっとこうポコってこう膨らんでる感じとかがねこうあったりしてたんだけれども、それがなんかこのフラットになった感じっていうの、あとはねこのバセリンのおかげでこの鼻周りもすごいしっとりとしてくれるので、それがねすごい好きで、なのでね引き続き使っていきたいなっていうふうに思います。出会い系アプリとか使ったことありますか？そろそろ相手欲しい。使ったことないんですけど、ないんですけれども、こういう仕事をやってなかったら、私ガンガン使ってると思います。だっていろんな人に出会わないと、どんな人が自分とフィットするのかってわからなくないですか？まあもちろん変な人もいるだろうし、そこら辺がねこう流されないようにしないといけないっていう部分はもちろん前提であるけれども、私はやっぱこう自分の好きな人を見つけるためにいろんな人と出会ってりたいっていう風に思うタイプです。それがすごく手っ取り早く出会えるっていう意味では、出会い系アプリとかめっちゃいいなっていう風に思います。自分に厳しすぎて自分を褒めることがなかなかできず追い込んでしまいます。朝日さんは経験ありますか？もう私のような人ですね、この人は。私の場合はね、うちの父がこう小さい時からそんなに褒めてくれるタイプじゃなかったんですよ。父もその子供に対しての愛情表現っていうものがちょっと下手くそなタイプだったので、そういったところがやっぱり自分の根っこの部分にこうあるからこそこういう性格になっちゃったんだろうなっていうふうに思うんだけど、やっぱりねその小さい時のこう記憶とか経験とかって大人になってもずっとねこう染みついてしまうものだと思うから、そういったところをこう振り返ってこう考えてみたりとか、あとはその、まあ、私褒められないとかもう負けず嫌いっていうふうにこう思ってる時、おーなんかそういうのダメだなみたいな、もっと自分を褒めなきゃ褒めなきゃとかっていう風にこう逆のことをね考えて、私今自分にすごい厳しくしちゃってるな、こう自分のことすごい褒めたいのになんかこの嫌な言葉ばっかり自分にかけてしまってるな、そういう風に思っている自分をこう一度ちゃんとこう落とし込む。そうすると、あー私本当はすごい褒められたいんだよなとか、なんかもっとねこう今までにない言葉が湧き上がってくると思うんですよね。そういう風に思ってる自分もっと大切にしようっていう感じで、そういうことの積み重ねが本当にこの自分と向き合うっていうことの最初のステップだったんだよね。私自身は自分に厳しすぎてとかね、こう自分でこう決めつけていることは実はもっと他の原因だったりとか他の思いだったりとかがあるかもしれないから、それはそれでね本当によくって、うん、その時じっくりと考えてあげるっていうのがねいいんじゃないのかなっていうふうに思います。異性に依存せず影響されないようになるにはどうしたらいいでしょうか？趣味もありません。私もそういうふうにねこう思ってたんだけど、いやこう趣味とかね難しいよね。趣味って言っちゃうとすごいなんか一気にハードルがねこう上がるように感じるかと思うんですけども、いいんですよ。その毎日の中でこう自分のために何かをするっていうことを少しずつやっていくっていうのが私はいいかなと思ってます。例えばだけれども、今日何食べたいかなっていうふうに思った時に、あ今日私は餃子食べたいなと思ってる、じゃあ自分のために餃子を食べるとかね。でそうやってこう自分のために何かするっていうふうに慣れてくると
やっぱ趣味もこう見つかりやすくなると思うんだよね。あ、自分はこういうことをやりたいなっていうふうに思ったけど、なんかそれすらもこの気づけなかったっていう、ただそういうだけだったと思うから、ちっちゃなところから自分のためにお花を買おうとか、自分のためにお洋服を選ぶとか、うん、ぜひそういうちっちゃなところからね、始めてみてください。では今回の動画の最後の質問、年を重ねて良かったと思うことはありますか？もう良かったと思うことしかないんですよね。長く生きれば生きた分だけ経験がたくさんできるっていうことじゃないですか。それだけその自分と向き合ったり誰かと向き合うっていうことも経験の一つ。もちろん見た目的には衰えていってしまうし、若さには勝てないですけれども、若さ以上のやっぱ価値はありますよね。やっぱってもう年々自分のことを好きになりますもん。第3弾の、質問コーナーでね、一応締めくくりたいと思います。今日答えた質問も自分自身がずっと戦ってきたそのテーマでもあったから、なんだかとっても熱くなってしまったんですけれども、また機会があればね、質問コーナーやっていきたいと思ってるので、その時はどしどし質問ください。そしてね、今回この使っていたバセリンピュアスキンジェリーですね、皆さんご存知の通りめちゃめちゃコスパもいいし、防腐剤無添加無着色無香料、ちっちゃいお子さんから大人までね、こう使えるアイテムだと思うので、一つあるとねすごく便利かなっていうふうに思います。毛穴ケアもねぜひぜひやってみてください。そしてなんとこちらのワセリン生誕150年らしいんですよ。でね、それを記念いたしまして、バセリンヒーリングプロジェクトっていうのがね、日本でも開催されております。キャンペーン期間中に店頭で販売された数に応じてですね、こちらの S サイズがアトピッコ地球の子ネットワークという NPO 団体に寄付されるようです。気になった方はね、ぜひぜひ概要欄チェックしてみてください。ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。